リンゴミュージックのボーカルユニットライスボール、青森のお米応援隊ライスボールがご飯が美味しいお店を紹介します。ライスボールの米ロード。ライスボールの水に愛と書いてアクアです。お米を育てるのに必要な水が私の名前になっています。私たちがお邪魔したお店がどんどん増えて米ロードができるように頑張ります。結びや、なんだか美味しそうなご飯の予感がする。行ってみましょう。青森市古川の麹にあるお店、結び屋昭和。落ち着いた雰囲気のおにぎり居酒屋です。アクアちゃん、気になるおむすびを発見しました。具はイカの塩辛。塩辛のおにぎりってなかなか見たことなくて、普段ご飯の上にはかけるんですけど、だから気になったので食べてみようと思います。これ上に乗っかったイカの塩辛と、あの熱いご飯の中に入ったイカの塩辛って、あの食感が変わるからさ。なんで変わるんですか？ちょっと火入るじゃん、熱いから。熱いご飯に包まれるから。はい、それもまだすごく美味しいの。へー、いや、これ素手でよく握られましたね。熱い。熱いです。うわ、ふわふわ。おいしい。やっぱりおにぎりと合うんだ。合いますね、塩辛。ね、うん、食べやすい。食べやすい。お米もツヤツヤなんです。白くて。これ何のお米使ってるんですか？マッシグラです。青森のマッシグラ。マッシグラ、そうね、はい、好きです。青森、やっぱり絶対ここで青森である以上は青森県の米は絶対使おうと思ってたから。お米を蒸らし終わったらすぐにシャリ切りをします。上下のご飯の水分が違うので混ぜることでふっくら美味しくなるんです。このお店の名前の由来ってありますか？はい、結び屋昭和って言うんだけども、結びはおにぎりを結ぶのと、うん、あと人を結ぶっていう意味も込めて、あえてお結び屋じゃなくて結び屋にしたんです。このなんかおにぎりって何種類もあるじゃないですか、うんうん、この中で特に人気なメニューってあるんですか？人気はね、若追い昆布。昆布の新芽、若追いでご飯を巻いたおにぎりです。より食べやすくするために、一口ずつを噛み切れるやすいように切り目を入れて。それは愛情ですね。愛情ですよ。これ私しかやってないから。ありがたい、ね、優しさが、結構セロファンのまま縦長に持って、はい、 そこでカポッと押さえて押さえて、うん、わ、昆布美味しい。美味しい、うん、あ、よかったね、初めて。初めて食べました。あらあらあら、これあの昆布の天然の昆布とついてるあの塩っ気と、あとご飯の甘みだから、全部素材の味だけだから。結び屋昭和の忍さんのために、私のために、はい、即興で作った歌をプレゼントします。嬉しい、ありがとう。